準備 now。 シャン。はい、皆さん、スロモ研究所へようこそ。どうも、キング社長です。どうも、チズモンです。っていう具合なんですけど、これ皆さんね、見てわかるように白石城なんですよ。はい、ね、我々白石城来ちゃいましたね。この間仙台城でゴムパッチンをやった時に、次はやっぱりね、小樹ちゃんの白石城でしょってあなた言ってたじゃないですか。そうね、やっぱかあのね、伊達政宗のまーちゃんに会いに来たんだったら、やっぱり片倉小十郎の小樹ちゃんにも会いに行きましょうということで来ちゃいました、うん、そうね、来ちゃいましたね、はい、でまあせっかくここ来たんで、まあお城って言ったらやっぱり戦じゃないですか、うん、で白石城で戦は行われてないと思うんですよ確か、うんうん、なんですけど、このお城の中で戦みたいなことちょっとやりたいなってね思ってるんですけど、なんか思いつかないんですよ。なんかいいのないですかね。ありますよ。え、あるの？ありますよ、こちら、大量のゴムパッチン、鬼の小十郎、はい、ゴムパッチンやるんですね、はい、こちら、あ、青葉城に続いて、はいはい、ゴムパッチンで男気を、そうね、男気勝負、まあ戦争みたいなことがしたいって言ってたんで、はい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 、いやこれがもうドキドキの戦争の戦いじゃないですか。なるほど、はい、やっぱこうやって2人で加えて、そう、どっちが勝てるかみたいな、はい、あ、やりますか、やりますか、はい、やってみよう、やってみよう、やってみよう。あれは何、結局観光地ゴムパッチンやるんでしょ。そうだよね、やっぱね、ルールは、うん、全国と世界中を回っていきましょう。ああ、なるほど、まずはそれの第2弾ですね。そう、第2弾、ルフルは簡単、ゴムパッチンでまずはお互い引っ張り合って、うん、どっち、あの、離したら負け、うん、我慢大会ゲームです、ね、じゃあまずやりますか、やりますか。じゃあ1本目、はい、本当にやんの。なんかね、さっきね、川みたいなとこ、こうお堀をさ、ずっと見てて、でね、舞踊みたいなの支えたらしいんですよ。そう、めっちゃ今足腫れててやばい、ね、ちょっとね、イライラしてるんですよ、ね、イライラしてないよ。はい、じゃあ1本目、これやんの、また冷やしたいって感じ。ここれで、ここだったら、え、入る、こうか、もっとこっち、たくちゃんがこう、そう、いっぱい、こう下がれないもん。あ、じゃあそっち、ちょっと逆、奥、奥、奥、そうだね、そこ、そこ、もうちょっと、はい、もう1、2歩、あ、1歩、1歩、OK、 じゃあこれ、これですか、はい、いきます、ハハ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 ハ、ごめん、今外しちゃったらやばい、めっちゃこれ皮むけたんだけど、やばい、これ痛、やばい、痛かった、ごめん、これ痛いっすね、ここマジで、ここイエーイ。じゃあ前回私負けましたんで、なんでかっていうと、この間の仕返しですよ。さあ、はい、じゃあ今度はじゃあ個人戦ね、はい、個人戦、はい、チキンレース1本目はキング社長勝ち、よし、はい、どうやってやります、どうやろう、 あ、 俺あれ最初やるのうち。いや負けた人からやっぱこっちかな、うちこの間勝ったのに最初にやったけど、そ う、 こうだ、ね、そうですね、それではチズモンの個人戦、あ、怖いですよ、いや、ちょっと見てみましょう、ちょっと恐怖症なんだけど、ちょっと今すごい痛い、今日痛いね、今日痛い、これだからさ、今までの中で一番痛いね、てか一本痛いんだよ、なんかね、いつも痛いけど今日特別痛い。これさ、ボケてないよね、大丈夫、あ、大丈夫、でも失敗許せないから。いや
一個顔がシワシワなすげえ綺麗なんだけど、ね、なんか合成写真みたいだよね。後ろにさ、グリーンバックマイル引いてるだろうみたいな。そういうレベルだよね、これ。え、超綺麗なんだけど、カレンダーになりそう、これ。ほんとね、こんなカレンダー作るの。カレンダー作りましょうか。あ、そろそろ、2020年版はやりましょうか。やりましょうか。そろそろかな。ブーン。このね、見せ方上手だね。怖いよね。超痛かったんだけど、今日。あ、ここで来る？ゾンビみたいになる。怖かった。お、まだだ。フェイントしてる俺。フェイントしてる。危ない。蜂だ。なかなかいいじゃないですか。なんかさ、やるにつれて上達してんだよ、多分こうゴムパッチのやり方とか。だからもう痛いんだよ。いや面白い。いいですねこれ。さあ、はい、じゃあ次はキング社長の。あ、俺ですか。はい、分かりました。はい、ここいいね。行きまーす。もういいんじゃないかな。見てみ、今日痛いよね。めっちゃ痛いこれ。今までの中で一番痛い。そう思っています。行きましょうか。行きましょう。あ、綺麗綺麗。この手の見せ方が難しいんだよね。で、ちょっと話す前かぶったかもしれないんだよ。ちょっと心配になってさ、今これさ、やばい。ほんと怖いよね。怖いんだよ。もう一回痛いって分かると怖いんだよ。そうなんかさ、あのお腹の下っ腹がふわふわする感じ。うもうなんか恐怖知ってるだけにさ、ここで話せばよかったな。これいつ来んだよ、いつ来んだよみたいな。怖いんだよ。怖い。見てるのも怖いよね。で、ここも蚊に食われてる、どうしよう。あららら。早めに停止しますか。あ、まだ来ない。長いな、これね。結構長いですね。あ、来た来た。上がってくる。そう、上がってくる。うわ、来た来た来た。ちょっとさ、かぶっちゃったか心配なんだよね。もうちょっと上がっちゃったんだよ、ごめんね。うわ、すごい怖い。あー、そうだね。そう、これはちょっと。あ、これごめんなさい、取り直す。すいません。これ、やばい、ごめん。こないだもそうだったよ。ごめん。こないだうちがぼやけちゃったんだもんね。違う違う、こうなってて1個でダメだったの。ごめんなさい。取り直しっていうことはですね、もう一回やられるってことですから。そうですね。痛いのにごめん。痛いっすよ。今日はちょっと痛い日だから。ほんと痛い。行きまーす。マジか。はい、では見てみますか。じゃあ見てみましょう。動いてる？動いてない。行きよう。はい、痛いよ、顔が。痛いよね、今日ね。いや、痛い、ほんと痛い。すげえ綺麗、合成みたい。本当だね。そうだな、後ろが見える。
ブーブー言った今。ごめんなさい。俺持ちましょうか。はい、お願いします。はい、これ大丈夫かな。あ、いいんじゃないですか。いや、顔が痛いよ。もう今だピリピリしてるね。痛いよね。くだらね。もうちょっとこっちから来て。はい。そこに入れたい。あ、そこね。じゃあここでいい？もうちょっと寄って。ここですか。はい。今日命中力いいね。すごい。でもね、意外とこことかに当たるともっと痛いんだよ。でもなんかで、ね、今日顔痛いね。日差し。このここ痛い。この口の周りが痛い。口の周りが超痛いよ。痛そう。よし。よし、うまくいった。うまくいきました。よし、はい。はい。では。大量ゴムパッチンやりましょうか。やりましょうか。くだらね。まあ、あの天守閣にね、上がる前に先にちょっと戦をやっぱね、お清めですよ、お清め。戦をしとかないと、ね、戦をするのね。じゃあ、はい、こちら何本だっけ、7本だっけ、14本だっけ。なんかいつの間にか減ってんだよな。減ってんだよ、そう、どんどん少子化になってから、これ。少子化って子供かよ。そう、子供だじゃん、これ。いや、白石城だ。9本。あ、9本のゴムパッチンですね。あ、9本だそうです、今日は、はい、今日は9本。今日は9本の日、はい、私からですか。いや、え、私からですか。もちろんもちろん、当然ながら。あ、10本。あ、10本あるそうです。落ちてました、こんなところに。10、はい、いいじゃないですか。片倉小十郎の10。小十郎の10。小十郎の10。小十ちゃんの10ですよ。片倉小十郎といえば鬼の小十郎じゃないですか。うちらは鬼のゴムパチですか。ではやります。本当かな。あ、あの、うん、あの、ちょっとどんどん下がってもらいたい。待って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 、いきますよ。はい、下がってください。どうぞ。いや、無理無理。ではいきます。うわー、うわー、いっとー。見てみます、これ。いっちゃ、今日痛い日だね。結構痛いよね。今日痛い日なんだけど。ちょっとこう、はい、はい、じゃあ見てみますか。さて、はい、大量のものがさ、痛くないはずだったのにな。痛い、今日痛いな。大量も痛いよ。今日いつもより痛い。これボケてない、大丈夫。やばい、大丈夫だね、多分大丈夫。合成みたい。ちょっとボケてる、これ。え、やばい？ボケてた。もう一回か。確か。多分大丈夫と思うけど。あ、大丈夫じゃないかな。大丈夫かな。やばいな。顔が怖いって顔してる。大丈夫。ちょっと今ビリビリってなったけど大丈夫。なんだろうね今。何？何もなくてなかったよ。なんだ、まあ大丈夫か。はい、オッケーです。画面ちょっとピリピリってなったけど大丈夫。うん、大丈夫。オッケー。できましたね、はい。これ痛いね。痛い。さあ、ということで。じゃあ次、キング社長ですよ。こっちの使ってない方の。男気見せてやるぜ。そうですよ。今日上ってなんないでね。この間ひどかったよ、ね。そう、上。やっぱりなる。そう、なんかなんでだろう。なんでさ、ゴム嫌いなんじゃないの。量多いとだめってなる。多いとダメなんだよね。早くいい。やつや。いくよ。いくよ。It's the fuck!
今さ、うん、あ痛くなかったんだけど押されたそうここ重いよねめっちゃ、はい、見てみましょう、はい、見てみますか。いや面白いこれ、いくよ。もうなんかさ、この持ち方こうだもんね、太いと見て、目に入った。もうほんとさトラウマになってくる、どうしよう。こうやってないとさ、そう怖いよね。これさ、無表情でやったら面白い。あーもうこうちょっと、あ、目に目にね、あれが入りました。ゴミが入りました。なんか言ってる。これ本当に押されたよ俺から。いや本当重いよね。これリアクションさ、でかすぎんじゃねっていうさ、ちょっとあるかもしれないけど、違う違う。一回やってみって感じ。やったらわかる。やったらわかる、うん、本当に。はい、ここうち押されたもん、ここできましたね。はい、できました。とりあえずこれで終わりにします。はい、いやもう楽しいね。そうっすね、ちょっとこっち寄ってもらっていいですか。はい、こういう感じで見せる方がいいね。はい、ということで観光地ゴムパッチン白石城編やってみましたけど、どうでした。いや楽しいね。でなんかゴムパッチンはやればやるほど恐怖になっていくっていうね。そうだね。しかも 痛さが増してくどんどん。なんかさ俺たちがさ慣れてきてるのか何なのか、多分、うん、あの発射の仕方が上手なんだそうか。そういうことか。あ、はい、はい、まあそんな感じで、はい、いやいや白石城でのゴムパッチンやってみましたけど、皆さん感想いかがだったでしょうか。面白かったなと思ってくれた人は、ぜひコメント欄の方に感想なんか書いていただけると我々非常に喜びますのでよろしくお願いします。はい、それからですね、この動画が面白いと思ってくれた人はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。そしてお城の前でゴムパッチン最高だよって思った人はグッドボタンチャンネル登録お願いします。はい、そんな感じですね。はい、それからあとですね、リクエストなんかもねいただければ、ここの辺のあそこで撮ってくれなんてリクエストがあればですね、ぜひ我々行ってみたいと思いますんで、あ、できる限り行ける範囲ね。はい、はい、な感じですかですね。あれやるんでしょ、スフィンクスの前で。やりますやります、はい、スフィンクスこうやってこうこう顎出していや分かんないですね。はい、はい、ということで、最後まで動画を見てくださいましてありがとうございました。これからもぜひ応援よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。スロモ研究でした。バイバイ。終わり。バイバイ。俺が終わりっていうの忘れた。まあいいや。終わり。終わり。バイバーイ。こずちゃん。はい。って感じです。いつも準備のチャンネルをご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、おすすめ動画はこちらから、グッドボタン、チャンネル登録もお願いします。コメントもしてねー。通知もしてねー。チャンネル登録準備 now!